スピードスケート男子1500メートルで、日本の一戸誠太郎、26イコール ANA、小田卓郎、29イコール開発計画研究所、は、共に表彰台を逃した。同じく二度目の五輪となる小田は、前回ピョンチャンでは1500万1000メートルの2種目で5位入賞。ただ、達成感より表彰台に届かなかった悔しさの方が心を大きく支配し、レース後に感情が悔し涙となって溢れ出た、一発勝負なので、一発行くだけ。レース前日の7日、ベテランらしく静かに燃やした闘志がパフォーマンスに直結せず、悔しい結果に終わった。